スティーブ・ジョーンズはイギリスのパンクロックバンドセックスピストルズのギタリスト。2011年ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて第97位。ジョーンズはロンドンで生まれシェパーズ・ブッシュで成長した。ジョニー・ロットンのバンドさん構えはボーカルも担当していた。もともとは友人のポール・クックラと一緒に説当行為を繰り返す。 典型的な不良少年で、ローリングストーンズのキース・リチャーズの家に忍び込み、ギターやアンプ、高級コートなどを盗んだこともあったという。マルコム・マクラーレンのブティック、セックスにたむろしていたところ、ピストルズの全身バンド、スワンカーズに、ポールと共に参加。これが、伝説のパンクバンドピストルズの始まりであった。スティーブは、 いわゆるロックンローラータイプで、ロッド・スチュワートフェイセズのファンであり、自身もフェイセズのような曲をプレイしたかったという。しかし、新たに参加したジョニーが、バンドの中心人物になるにつれ、バンドの性格も、アンチロックスター的色彩を帯び、スティーブの思惑とは、ズレが生じていった。それでも、ピストルズの人気上昇とともに、スティーブのギターの腕前も上がり、アルバム、勝手に仕上がれでは、 重層的なギターサウンドを披露し、ギターヒーローとしての本領を発揮した。ピストルズ解散後は、ブラジルで、ロニー・ビックスらとレコーディングを行うなどした後、親友のポールと、プロフェッショナルズを結成。しかし、全くと言っていいほど人気は出ず、ピストルズはやはり、ジョニーとシドビシャスに追うところが大きかったことを、思い知らされることとなった。また、当時、 イギリスの労働者階級の圧倒的支持を得ていたシャム69のリーダー、ジミー・パーシーとスティーブ・ポールがセッションを繰り返したところから、ピストルズとシャム69世紀の合体感の噂が大々的に流れた。しかし、結局は両有なび立たずで噂のまま終わった。その後、スタジオミュージシャン的な仕事もしており、ジョニー・サンダースやフィル・ライノット、 アンディテイラーなどとも親交があった。しかし、ピストルズの解散自体は、本人にとって、やはり無念であったようだ。解散当初、アダムジアンツのアダムに、ピストルズがなくなっちまった。どうしようか、アダムと語ったということだ。また、心の空白を満たすため、ヘロインに手を出したりしたが、これも長くは続かなかったらしい。1987年、初のソロアルバム。 マーシーを MCA レコードからリリースした。続く、ファイヤーガソリンには、ザカルトのメンバーや、アクセルローズがゲスト参加し、さらにニッキー・エシックスが、ソングライティングに貢献した。1995年には、ガンズローゼズのダフ・マッケーガニや、マット・ソーラム、デュラン・デュランのジョン・テイラーと共にニューロティック、アウトサイダーズを結成し、1996年には、アルバム、 ニューロティックアウトサイダーズを発表した。また、ハイドを中心に結成されたジルチにも参加している。2004年から2009年まで、ロサンゼルスのラジオ局インディ103.1の番組、ジョンジー、S ジュークボックスでパーソナリティを務めた。もともと何かにのめり込むタイプのようで、ウェイトリフティングにはまったりもしている。90年代中盤以降は、 元パンクとは思えないような挑発にしていたこともあり、ジョニー・ロットンに言わせると、あいつの論文を打ったら、自分の髪の毛で自分の金玉をくすぐれるくらい長いんだぜ。ピストルズ時代は、ハンカチの四隅をくくって、帽子状にしたものを被って演奏することが多く、彼のトレードマークだった。ありがとうございます。